失礼でもお待たせいたしました。経由ルカ出発いたします。ケーブルカーにご乗車いただきまして誠にありがとうございます。このケーブルカーの開業は昭和26年8月、今年67年目を迎えております。この2のケーブルカーは同時に出発いたしまして1本のロープでつながっております。上のケーブルカーをお守りしてこちらのケーブルカーを引っ張り上げている仕組みになっており、電気をあまり消しない大変このケーブルカーでもございます。先ほど出発いたしました府中駅から久松駅までを結ぶ距離は全長約400メートル、高低差115メートル、最急勾配25度の海抜130メートルの笠松公園に約4分で到着いたします。笠松公園に到着されましたら、まずまたお覗きをお楽しみくださいませ。窓の間から見える天の橋立は庭園の掛け足のように見えてまいります。新潟上がりの斜め一文字に見えることから昇竜閣とも呼ばれております。笠松公園内にはアマテラスという売店やレストランもございます。売店にはチーメンの小骨やお菓子はもちろん、笠松公園のイメージキャラクター笠坊とオリジナル商品など多数揃えております。アマテラスは準備できちゃいの営業開始予定でございます。しばらくお待ちくださいませ。また当社では西国28番の暮らしを成合寺ビート端末も運行いたしております。成合寺は1300年という歴史のあるお寺で、願い必ず成合うお寺としても有名です。成合寺ビート端末の始発は9時でございます。お時間ございましたらぜひ成合寺もご参拝してみてはいかがでしょうか。当期間実は運休いたしております。2人はケーブルカーをご利用くださいませ。ケーブルカーは00分から15分間隔に運行いたしております。お好きな時間にご乗車くださいませ。はい、ご乗車ありがとうございました。まもなく浜松駅に到着いたします。ケーブルカー到着いたしましたら進行方向左側のドアが開きます。お開いた先、階段となっております。まだ車内傾き、段差ございます。お足元お気をつけてお降りくださいませ。日程はごゆっくりと草松公園観光のお知りくださいませ。ご乗車ありがとうございました。Thank you.
たせいたしました。ケーブルカー発車いたします。本日は天野発車点ケーブルカーをご利用いただきまして誠にありがとうございます。ランクに見えております天野発車では松島、宮島とともに日本関係の数を数えられるようになります。天野発車点全長は約 3.6km、 天野広いところで 170m、狭いところで 20m ほどございます。また大地を合わせた天野の数は約8000本と言われております。お気をつけてお降りくださいませ。